三省堂ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和5年4月23日に、対馬市議会議員選挙が実施されました。三省堂からは、野口光希さんが立候補され、定数18、候補者19のところ、6番目で当選されました。それでは開票結果を見てみましょう。はい。ずっと下まで見ていますね。はい、少し戻ります。ぐっときまして、はい、野口光希さん、1117票で当選されました。野口光希さん、対馬市民のため、日本国民のために頑張ってください。ではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。